どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。速稼塾の久保がお届けしております。今日は奈美さんの方からね、一人一ブログを持ちましょうということで動画の方いただきました。このねブログっていうのはね、実はね日記のように書くというよりもメディアなんですよね。新聞とか週刊誌と同じなんですよ。テレビ番組と同じと言ってもいいかもしれません。発信することによって必ず視聴者さんっていうのが一人以上つくわけなんですよ。まあ結論申しますと、視聴者さんが一人でもいれば売り上げを上げることができます。まあなぜならね、自分の放送や発信に少なくとも興味を持ってる方しか見ないからなんですよ。でその中にアンチコメントを書く人いるでしょ。アンチコメントを書く人もまたね売り上げになるんですよ。いやそこを忘れちゃいけないなと思います。ただ説得してその人をなんとか意見を変えようとする必要はないんですよ。その人がアンチコメントをわざわざ時間をかけてね、書くほどの労力をかけてるってことは、その労力をお金に変えて支払ってくる可能性が強いっていうことなんですよね。で、このように放送するとファンの方もつくし、アンチの方もつく。これ実は同じエネルギーを持ってる方なんですよ。で、最もね難しいのが無反応な方なんですよね。反応しない方はどんな興味、好奇心、方向性を持ってるのかわからないんですよ。まあですんで、様々な動画のパターンを出していくっていう風になってきます。まあそうなると、健康に何かね、言いたいことがあるのか、政治的主張に対して言いたいことがあるのか、それとも発信者そのものに言いたいことがあるのか、何かが分かってくるんですよ。それは再生数という数でも見えますし、アナリティクス分析でも分かりますし、それから当然ですけども、コメントや直接のメッセージをいただいたりすることによっても測れていくんですよね。これを、まあ分析って言うんですよ。まあですんで、再生して動画を見る、途中で見るのをやめた、まあこういう方結構いると思うんですけども、それもその人のパーソナリティが発信者に全くね吸い取られてるっていうことなんですよ。まあすごくね YouTube の仕組みとか Google の仕組みって優れていて、アクションを起こせば必ず足跡がつくようになってるんですよね。これを私はひとまとめにしてログって言ってるんですけども、私が発信をたくさんするのもマーケットのログを知っていくっていう必要があるからなんですよ。これをマーケティングってまさに言うわけですけども、そうなってくると次に何をすれば自分の売り上げにつながっていくのか、少なくとも自分と気の合う人とどうやったら出会っていけるのか、もしくはどうやったら気に食わない人と自分が出会っていけるのかってことが分かるんですよね。これがフィードバックって言ってリアルな世界に生きていくんですよ。インターネットの数百とか数千という人との出会える空間によって得られたデータが、ご近所、地域、リアルな世界の数人とか多くても一日十数人にしか出会えない空間にものすごく生きてくるんですよ。というのがインターネットの先だろうが、そこには必ず人がいるからなんですよね。でインターネットだと本音が出やすいんですよ。でリアルな空間だと本音が見えにくいんですよ。でも私はリアルの空間、身の回りにいる人の本音が大体分かってくるんですよね。それはインターネットという空間で本音でぶつかってくる人がいるからなんですよ。特にアンチコメントを書いてくる方ね、この人の人を困らせてやろうとか、こいつの上げ足を取ってやろうっていうね、いやらしい心がまさにありありと人間の本性として出てくるので、リアルな場所ですごくね人を見抜きやすくなってきて、その人たちと上手に付き合っていく方法が手に入るわけなんですよね。でこれが全部ノウハウになって、また販売する情報商材になるわけですよ。人とのコミュニケーションの測り方、どうやったら上手に人に嫌わせることができるか、つまり自分が気に入らない人は遠ざけたいわけでしょ。っていうことはその人から自分が嫌わればいいわけですよ。しかも他の人に感じ悪くないようにです。その人だけに嫌われるようなコミュニケーションってあるわけなんですよ。で客観的に見ても、あの人の元から嫌な人が去っていったよね、よかったよかったっていうふうになるようにね、していくわけなんですよね。まあこの辺もね、最近はノウハウ版が出てきて、なんか論破力みたいな本もありましたけど、あんな本にも書いてましたね。論破するだけは論破じゃないと。わざと口論に負けることも、実は自分の優位性を築くことなんだよってところなんですけどね。はい、今日はそんなところで、そのためにまあ発信ってのがあるよってことなんですよ。いやでもね、こっから私の感想なんですけども、まあ発信活動続けられる人はあまりいないですね。うん。週刊誌とか新聞社で働く人って毎日記事を書いたり、出版したり、取材したりってすごく忙しいと思うんですけども、まあでも続いてますよね。でもインターネットっていういつでもスマホで発信できる媒体があってもほとんどの人は使わないんですよ。
だからなかなか稼げないんだろうなと思いますね。やっぱりね、多くの人とつながっていくこととか、人が集まる媒体を持ってるってすごく大事ですよね。まあ私の場合はそんなに売り込みに焦ってはいないんですけども、毎朝のライブ放送をすると大体20名前後の方がいらっしゃるんですよね。まあそれも毎日なんですよ。まあそうなると、そこで誰かのことを紹介するとその人を知らせることができるんですよ。またコメント欄で交流が深まったりします。まあ本来は私と視聴者さんとの関係であったのに、視聴者さんと視聴者さんとの関係っていうのができていくわけなんですよ。こういう場の提供っていうのも、まあ社会的貢献の一部になるかなと思うところですね。はい、それでは今回は以上です。お疲れ様です。